皆さんこんにちは、先日は YouTube ライブチャットにお越しいただいてありがとうございました。これまだ貼ってあるんですけど、今ゆうきの散歩から帰ってきて、今日はちょっとお化粧とか ほぼしていません。この間、質問をいろいろライブチャット中にいただいていて、こうやっぱり目に入ってくるものを中心に答えちゃったんですけど、なんか同じ人の質問に何回か答えちゃったり、いろいろまあ初めてだったんで至らない点もあったんですけど、ちょっと見ていて補強しといた方がいいかなっていうか、答えておいた方がいいのかなって思うのだけこう写真撮って全部網羅できたらいいんですけど、こんにちは、つくめつきまきました。今日のお洋服も素敵ですねって言ってくださったゆみこさん、いつもお洋服へのコメントありがとうございます。とても嬉しいです。この間 あのファンクラブの、集いで着ていた薄いピンク あのフリルのセーターも、昨日この間着てたチャットで着てたセーターも新しいものではないんですけども、そうですね、自分としてはまあまあお気に入りで、まあドネートしたり捨てたりしないでいるものです。あ、両方ともヨーロッパのものですね。ヨーロッパのものっていうか、私本当はイギリスのオアシスと、ウェアハウスという会社が好きなんですけども、でも前も話したかもしれないんですけど、その会社でオンラインでカードで買うと詐欺に遭う合うんですよ、クレジットカード詐欺に。だからもうそこから直接は買えなくなっちゃってたら、アメリカへの発送を彼らもやめちゃったんで買えないんですけども、でも ASOS からはオアシスもオエイシスもウェアハウスも買えると思います。そして来年のライブの予定はっていう質問、まことさんから、あの番組の内で言ったと思うんですけど、8月の終わりですね、8月29日の予定なんですけど、まだ正式には日にちは本当は言ってはいけないと思うんですけども、言ってますけど、去年白紙ホール行きましたよって言ってくださった方も、それからね、ソマン、ワン、フェルス、Hi from Peru って、ペルーの方々からコメントをいろいろいただいてました。ペルーにコンサートに来てくださいっていう コンサートに来てくださいっていうコメントもあったので、You know, hola, Peru people. I'd like to, you know, someday come visit you and perform, but, you know, for now, I can't say yes or no because the world is under corona pandemic. ベストオブザベストの天使の絵の具ニューレコーディングが好きですが、この曲が一番高校時代に作った曲に近い感じですかって、まあそういう感じに近いかっていう、まあ弾き語りで作ってるので、みんなの前で弾き語りでパフォーマンスするのが一番近いんですけど、そうですね、オリジナルのいわゆる清水のびきさんの天使の絵の具ほど弾けていなくて、まあ美奈子さんの天使の絵の具ほど暗く重くなくて、まあそうですね、それが一番近い、ベストオブザーベストに入ってるのが一番近いと言いながら全然もう覚えてないんですけど、その音自体をごめんなさい、ただそういう印象で作っていたことは確かですね。It's okay, Yuki. そう、さっきのペルーのホアン・ベリーズさんから、 Who is your favorite character of Macross? マクロスで favorite character は誰ですかっていう質問が来てたんですけど、まあそれはもちろん My favorite character is Lin Manuel、 それしかないでしょう。まあクラウディアも好きかな、大原さんと仲良かった。あ、それからこの間エイリアンのイヤリングをしてたんですけど、何か意味があるのかと、Is there any special meaning behind the earring you are wearing, the alien earrings? There was no deep meaning.
I'm not from、space. I'm not. I'm from the universe, but I'm not an alien. I'm a legal alien in America, but oops, 突然この電気が今。こういうふうにいつも綺麗に映ってくれたらいいんだけどな。突然、多分もう一度あのぶっ倒したから、まちつかかってあの転んじゃったんですよ。この転んだっていうか、これ倒しちゃったんですよ。だから電気もね、もしかしたら壊れてるかもしれないですね。うん。There was no deep meaning behind the、pair of earrings that I was wearing. I just like aliens.、alien characters?、Who is your favorite classical composer?、たくさん、いろいろ今聞いたらたくさん。Okay, if I listen to many, many, many kinds of classical music right now in this moment, I can say so many composers maybe, but the first name that came to my mind was Beethoven. I think Beethoven is my favorite. Yeah, Chopin, but Beethoven. I think...His compositions kind of suit me. Like, I feel close to him. Maybe the passion, the anger, the love, tears, you know? それから、細川すみおさん。最近は遠くまで散歩しているのですか？最近はってより、いつも歩くとき、だいたい50分ぐらい歩くんで、結構遠くまで行きますよ。で、いろんな方向に行ってみます。今日は右に行こう、左に行こうって、まあ、勇気と決めて、丘の上を上がった方が、エクスペンシブな、お金持ちのお家ばっかりあるところの方が綺麗なんですよ。なんていうのかな。通り沿いっていうか、こう、下、左曲がった方の、行ってもわかんないと思うんですけど、お家沿いはなんかもう、犬がうんちしてもピックアップしないような道沿いもあって、それよりは丘の上のお金持ちの住宅街を歩いてた方が綺麗な感じ。それから Millions fans in Korea too ということで、 Thank you so much、アンニョンって言えたかな、ちゃんとコリアにもたくさんのファンがいるよと言ってくださった方がいて、どうもありがとうございます。 Thank you so much。There's another person who was asking about my earrings, but there was no meaning. There was no meaning to it. I just love aliens. それから、ゆうじさん、音楽みこ、マリさんへ質問です。曲が降ってくるときは予想外な曲が降ってきたりすることはありますか？この質問はですね、面白い質問なんですけど、まず予想とか期待を一切していない段階でっていうか、そういう状況で音楽は降ってくるので、言葉も何にも予想も期待もしてないから予想外れなことはないっていうことですね。ただ全体の私の音楽から見渡して、へえ、こういう曲が出てきたのみたいなことはあるかもしれないけど、そういうことも考えないかな。本当にこう、なんだろう、透明な筒の状態で受け取るから、そういう雑念は一切なくて、降りてきた時にもう真っ先にやるのはもう失ったり忘れたりしないうちに早く録音しなきゃっていう、それだけですね。 Anyway, because I receive、the songs, melodies and lyrics like naturally, you know, I don't try to write anything. So somebody asked me if sometimes the stuff that I receive from heaven or whatever, from another dimension or whatever, sometimes do I feel like it's unexpected, the melody and the words, but I don't have any expectations and I don't have any signs like, hey, Mari, I'm gonna send you some song now. It's like I'm just a receiver, very pure crystal receiver.So I don't have any expectations and I'm not waiting for anything. So I don't have any unexpected feeling, no matter what kind of music I receive.、I hope you understand what I mean. これくらいかな。You're more beautiful than Mimi. That's fact. That's the fact. Well, it's not a competition, but thank you so much.、
それから、ベルちゃん、楽しみですって、あの新しい今度のリリースのことですね。お友達にもプレゼントしてマリちゃんの音楽の素晴らしさを伝えます。かおりちゃん、どうもありがとうございました。そんなわけで全部網羅できたかわかんないけど、付け足しで改めてあの YouTube ライブを見てみて、ちょっとあの補足しようかなって思いました。そんなわけでまたライブやりましょうね。 Thank you so much for coming to my YouTube live chat session the other day. Let's do it another one, okay? Very soon, okay? I'll let you know. Bye bye.